総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。サイチセブンカープ、35回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第2試合、鈴鹿 VS ゼットン大木の後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのは桃鉄からスタートした海の男優でした。はい、どうす、25回で、1500円ですけど、ご覧の通りがっつり残ってます。一方、ライトミドルのシンフォギアをチョイスした鈴鹿は、179回転7500円の投資で反撃の大当たりをゲットします。しかし残念ながらシンフォギアチャンス突入はなりません。残念、赤に返してね、外すかね。その後1万2000円の追加投資で2回目の初当たりをゲットした鈴鹿は、そんな中桃鉄を打つ海の男優が怒涛のゴールラッシュを果たしていました。15連チャン、大当たりは30から超えて出玉の方も1万発を超えました。スタートから3時間半きっちりハーフタイムで前半戦終了。初勝利を目指す鈴鹿が大健闘していますが、ゼットンが容赦なく31ゴールの快進撃、優位に立っています。今回戦いの舞台となるのは埼玉県草加市のサップ草加店。草加産業道路沿い、大きなボーリングのピンが目印です。パチンコの設置台数は540台、持ち玉大移動、出玉の共有は NG です。最新人気機種はもちろん1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカープ、1回戦第2試合後半戦キックオフ。前半がちょっと明らかにちょっとできすぎだったんで、まあ後半は20ゴールですね、20ゴール目標に頑張っていこうと思います。おそらく打てるはずなんで、はい。ピンクのセーターと桃鉄のコーディネートがバッチリのゼットン。ベッドの上では中折れ気味ですが、後半戦も好調を維持できるでしょうか。3000分仕込んでないですね。124回3000分仕込んで丸を言おうかと思ってましたけど、はい、いや後半もサクッと当たってくれたな。おざっす、ゴール時短後75回転、これが本日7回目の初当たりです。さあ後半戦もあっさりと先制されてしまった鈴鹿ですが、
のチャンス。やりました鈴鹿、すかさず反撃の大当たり。よし、これがトータル10本目のゴール。はい、126回転後半初の大当たりで、問題はここ次。時短後125回転で本日4回目の初当たりをゲットしました。さあここからです。シンフォギアチャンス突入なるでしょうか。呼吸からのゴール。やったー。これで本日2回目のシンフォギアチャンス突入となります。いや本来は多分こんなに喜ぶところでもないんだけど、いやー、あ、4ラウンドなんだけど全然いい、全然いい、いいよいいよ。栄光のゴールドジャケットを身にまとい大はしゃぎの鈴鹿でしたが、ちょっと待ってちょっと待ってよ、勝手、星流れようか、とりあえず星流れようか。やらかしてしまいました。そんなことある？そんなことある？めっちゃ苦労
ファビュラス。終わっちゃうな。はい、終了ですね。はい、おしまい。全然いいっす。4連ですね。ドン。ほら。時短抜け後1回転。26回転です。いや、まに頼むぞ、お前。そこは仕事しろよ。2でいいから。2でいいから。2でいいから。頼むぞ。うわぁ。よう、魚群外すな、マリン、ほんと。マリンちゃんからは嫌われている海の男優ですが、コツコツと持ち玉を増やしています。1枚1000発覚えてきましたね、はい。さて、そんな中、時短後105回転で後半戦2回目の初当たりを引いていた鈴鹿ですが、さて、シンフォギアチャンス突入はなりません。なかなかうまくいかないですね。時短後61回転、残り3箱となったところでライバルの様子を伺いに。タイムリミットまで残り2時間となりました。残念、2連チャンですね、今回は。まあ、後半戦スタート時の出玉に戻ってみたいな感じですかね。1万発ショット、ちょっと鈴鹿さんの様子だけちょっと見に行きましょう。ビビるよね、すげえ取るばかりなんだけど。鈴鹿ちゃん隣だわ。ゼストンさんが余裕の笑みで。これ、これお返しします。お返しします。効果を感じられなかった。え？効果を感じられなかった。ああ、そうですね。あの、よくこのジャケットの効果がわからない。そうね。俺もそう思う。我が家に有毒ガスの匂いがするパチンコ台があります。あなたもチャンスです。になってしまいました。いや、全然まだ諦めてはないんですけど、ちょっとさっきの一箱が何も起こらなすぎて。で、何も起こんないからぼーっとしちゃうじゃないですか。そしたらものすごい睡魔が襲ってきてですね、一応寝不足ではないんですけど、今日朝早かったってのもあって。さあ、鈴鹿、その眠気を吹き飛ばすためにもそろそろ一発ゴールを決めたいところですが。
13本目のゴール。今右も左も当たってて、オセロだったら当たるよなと思ってたんです。結構足りないなと思ってたんですけど、まあ、当たってくれてよかったです。さあ運命の最終決戦です。シンフォギアチャンス突入なるでしょうか。さて一方、こちらは順調に大当たりを重ねていたゼットン。はいです、はい。6連勝してくれて、当たりがね、逆転軽く取れて、で、アマの方も、本日最高、1万3000発まで出ましたね。はい、1326が。さあ、だいぶ苦しい状況に追い込まれた鈴鹿ですが、時短後49回転で後半戦4回目の初当たりをゲットしました。さあここはゼガヒデもシンフォギアチャンス突入を果たしたいところですが、やりました。トータル15本目のゴール。いや正直言っていいです、あんだけいろいろ絡んでても内心不安な自分がいた。でもよかった。いえいえいえ、よっしゃー。あ、割りにやつだ。じゃあ結構ね、サムチャンスだ。それは写真撮るやろ。出す。でかした。ナイス。
後半戦初の16ラウンドいただきました。で今がちょうど、はいですね、今がちょうど残り1時間前ですね。このグラフを見たら、このグラフの理想的な、あのなんていうのかな、ものすごくあのね、少ない投手だなっていう時間の経過とともに手玉が増えていくっていう、まああの鈴鹿ちゃんがね、ドカンっていったら大いと思って持ってましたけども、今日これ打ち切ります。これで負けたらしょうがない。はい、ということで、ですね、実戦の残り時間があと1時間らしいんですよ。でもうあと1時間しかないので、この辺ちゃんもうとにかく続けるしかない。終了時間までずっと続ける。そしたら多分勝てると思うんで、というかそれしか多分勝つ方法はないと思う。あー、大丈夫大丈夫大丈夫、よいしょ、よし、やりました。これが4連チャン目のゴール。シンフォギアチャンス継続、鈴鹿が懸命の追い上げを見せています。そんな中、ゼットンは残念、はい、今回は3連チャンですね。でもあの16ラウンドが一発出たので、とうとう1万4000発を超えてきまして、1万5000発も視野に入ってきた。ここでゼットンは気になるライバルの様子を伺いに、なあ、20となってる、続いてるやん。鈴鹿ちゃん打ってる台は台番がいいわ、77番だよ。あと1回かな。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、いけるいける、あー落ち、マジか、マジで星流れる星、いよいよ残り30分を切りました。ここまで初当たり7回、うちシンフォギアチャンス突入3回といつになく大健闘を見せている鈴鹿、四十肩の痛みをこらえつつサイトセブンカップ初勝利を目指し、最後の最後まで懸命に頑張りますが、タイムズアップ。はい、というわけでタイムアップとなりまして、結果負けてしまいました。最後までね、粘ってはみたんですけど残念ながら、ただ一応私の差でもプラス、個人的にはプラスかなとは思うんですけど、やっぱゼットンさんが強かったですね。今思えば後半始まってすぐの2連あれが痛かったかなと思います。次こそは勝ちたい。お疲れ様でした。アマデジとはいえ大会新記録となる49回の大当たりをゲットしたゼットン、大健闘の鈴鹿を寄せ付けず危なげない勝利を収めました。初戦突破です。はい、お疲れ様でした。いやー、後半全然様子見に来なかったでしょ。はい、私はちょこちょこと、私でもちらっと見には行ったんですけど、あ、はい、あ、声かけなかった。そうですそうです、もう
だって前半の時点で結構差があったんで。そうね、確かに、うん、とりあえずもう私は当てて連チャンして出すしかもう勝つ方法がなかったので。だからもう一回ジャケットをこの受け取りに行った時と、はいはい、もう一回ラスト石垣ってか自分の連チャン終わって見に行ったらテクテクテクってやると連チャンしてると思って。そうで私ちょっとね横で気づいたんですけど、あの画面に集中してたら、そう大事なところだったもんね。集中したら終わったっていう。でしょ。ラス1かラスかよ。うわーと思って。はい。はい、ということで、でも準決勝は私が行かせていただきますけど、また多分でも失格じゃないからこういう呼んでもらえますかね。と思いますよ。一応今ね3連敗。あそこ見て呼んでもらえますかね。呼んでもらえますかね。あ、首を首かしげたぞ。首かしげてる。いや、なんか終わった時に、なんか5連敗までは大丈夫と。あ、そうそうそう、なんか過去にね、5連敗した人は1人しかいなくて、空白の期間を置いて戻ってきてるから出禁ですよね、一回出禁の時間を。禁止じゃない、禁止、禁止禁止ってのもね、よく分かんないけど何悪いことしたって話なんだろうね。確かに。まあでも多分また呼ばれると思いますんで、はい、またその時は。そうですね、もう次こそはちょっと準決勝に。そうですね、はい、今回は優勝を目指して頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第2試合はゼットン大木が鈴鹿を下し3大会連続となる準決勝進出を決めています。はい、無事に1回戦を、ね、突破することができました。で後半戦、20ゴール20回のあたり目指しますって言って、残念ながら18回しか、引けなかったんですけど、その2回のね未達分は準決勝に持っていったということにしておきます。で準決勝の相手が、シャービスかね、彼です、12月2018年の暮れにゲイバーをオープンします。しばらくパチンコどころじゃないでしょう。忙しいでしょう、お店の金ね、切り盛りで。なのでまあね、そこも通らせていただいて決勝を目指したいと思います。頑張ります。豪華ゴージャスファビラス。次回のサイチセブンカップは1回戦第3試合、あなたのセロス VS 湯川舞の前半戦、バイク修二郎最大のライバルとバイク修二郎の一番弟子、因縁渦巻くパチンコドキュメンタリーをドン・ミス・イット。